なので、まあ、100年ぐらい前からだいたいもうクラシックで変わらないもので、まあ流行も気にせず靴を作ってます。私たちの会社では、で規制パターンオーダーを含めると、合わせて200足なので、合計で300足しか作れないんですね。名前は福田洋平と申します。靴職人をやってます。東京の北青山にアトリエとショールームを構えてやっています。今靴を始めてからもう22年になるんですけど、今でも靴作りの正解がなく難しいところもあるんですね。で、例えばフィッティングにとっても、誰にとっても正解なフィッティングっていうことはないんですね。ある人の、例えばルーズフィッティングはある人のタイトフィッティングかもしれないし、で一人一人やっぱり求められてるっていうものを組みながら、足とまあバランスを取りながら、まあ、作っていく。靴職人としての使命は大きく分けると3つあると思ってまして、1つは伝統だったり技術っていうところを次の世代にしっかり受け継いでいくことで、2つ目としてはやっぱりいいものを作るっていうところでは環境がすごく大事になってくるので、環境を作ってあげることで、この環境っていうのは職人にとっての環境もそうだし、まあお客様にとっての環境もそうだしっていうことが継続する上で大事なことになってくると思ってます。でもう一つとしては、今までと同じことをやってるっていうわけではなく、新しいことにチャレンジをすることで、この3つが、まあ、靴職人としての使命なのかなとは思ってます。